誰なのか分かりますか？ジャイアンツの大先輩です。斉藤正樹さんもですよ。これもプレゼントしちゃいます。問題に答えればね。では問題です。斉藤さんは何年連続開幕戦で完封勝利をしたでしょうか？まあ簡単だな、これはね。もちろん雑談魂の登録、ツイッターの登録、インスタの登録してくれてるかな。頼みますよ。その落合さんが中日に入る時もちょっと一悶着があったんでね。俺ジャイアンツともトレード話が進んでたらしいの。で俺その候補に入ってたらしいの。そうなんですか。いや、もしかしたらロッテに斉藤さんがっていう可能性もあったんですか。そうなの。でまあいろいろ噂は出てたけど、そんなことないからこれからも頑張ってねみたいな。絶対言ってたよ。残って